日本人選手の活躍や屋外でできるスポーツとしてゴルフの人気が急上昇中。この番組ではプロゴルファーがアマチュアゴルファーとペアを組み真剣バトル。ツアーさながらのプレーが飛び出す。最後に勝利するビバナチームはどちら？ゴルビバ。コガミゴプロ永田博義チーム対米山緑プロ渡辺太一郎チーム。ルールはベストボール方式で4ホールのマッチプレイ。スコアとミッションクリアでポイントが加算。合計ポイントの多いチームが勝利です。入れ、うん、日本海カントリークラブ中コース2番ホール370ヤードのパー4。右にややドッグレッグしているので1打目をどこに落とすかが鍵。2番ホールパー4です。今回のミッションは2オンとなっています。ちょっと難しいコースではあると思うんですけれども、皆さん今回もよろしくお願いします。お願いします。前回の1番ホールは戸賀美穂プロ永田博義チームが0ポイント。早いねやっぱり。あー切れる。あー惜しい。やばい。米山みどりプロ渡辺太一郎チームが2ポイントとリードしています。よし、ナイス。ナイスナイスナイスです。では古賀プロからお願いいたします。はい、ここは左バンカー狙っていっていいんですか？うん、こっからだと多分入ると思いますよ。あ、そうですか。左バンカーだと、はいはい、ちょっと右目の方がちょっと右目ですね。わ、うん、かりました。狭そうですけどね。大丈夫ですか？ナイスボール。ここなら大丈夫そう。当たりも非常に良かったんではないでしょうか。いいとこです。しっかりまっすぐ狙い通りに飛んでいきました。ナイスです。続いては永田さんのティーショットです。ちょっと安心感ありますかね？あるね。大いにあるよ。非常にリラックスした表情で。こちらもリラックスして打った効果があったようですね。しっかりまっすぐ飛んでいきました。プロと同じようなところに飛んでいきました。素晴らしいショットです。ちょっと相手チームいいとこ行きましたね。そうですよ ね、 ね、ここプレッシャーですね。ちょっとプレそのプレッシャーとバンカーのプレッシャーと確かに。米山プロのティーショットです。これは開いた。あれ、こちらはどうでしょうか。飛距離は非常にあるように見えるんですけれども、あ、バンカーかな。右のバンカーに落ちてしまいました。右のバンカー越え行きたいと思います。右のバンカー越え、頑張ります。これバンカーできるでしょうか。右バンカー越えを狙っていくということです。ああちょっと右か。少し右に飛びすぎました。バンカーはバンカーを越えて木に当たったということでちょっとピンチかな。狙えるかどうかですね。セカンド、はい、アマチュアのお二人はもともとこうお知り合いとかだったんですか？そうですね、はい、でそれでここで20年近く選手やってちょっとライバルみたいな。いやいや、もう全然それはもうそっちの方が全然上だったんですよ。あれ、もうずっとゴルフやられてるんですか？一応12歳から、はい。あ、そうなんですね。じゃあジュニアの試合とか学生の試合とか？日本ジュニアに始まり、はい、あとトーナメントもう出てますし、はい、あ、そうなんですね。ポカリセットなど、あと JCB とかあれですね、いろいろ出させていただきましたね。競技ゴルフもされてたんですね。はい、一応ジャパンオープンも出てます。すごい。それはすごいですね。もうちょっとちっちゃい頃の話になるんですけれども、ポカプロもともと野球やられてたっていう風に。あ、そうですね。しかもここ4番とかエースじゃないですか、ね。まあ女の子で一生懸命頑張ってたんで、ただそこからゴルフに移って、私も10歳ぐらいから始めたんですけど、
それでそのままプロゴルファーになりましたけど、やっぱこう振りといいますか、バットと似てるところはありました？最初、ああ調べ方が弱いね。いや弱い左バッターだったの。ああそうなんだ。それは違う、はい、全然ね関係ないんだよね。で私米山さんが、はい、剣道で日本一取られてたの、すごいですよね。すごい。で私野球やってて、できちゃう、はい、米山さんに紹介していただいて、私剣道習いに行って、剣道の方がね、なんかこの振り下ろす感じがやっぱり似てる。いやだってガッツリ縦振りじゃないですか。ガッツリね、米山さんって。だから抜けないですね。そういうのやっぱなんかあと切るような、 なんか感じだから、なんかそれすごいつながってんのかなと思って。これミッション狙っていきたいですよね。もちろんよ、はい、プロよ私もともと。私初優勝新潟でしてるから。じゃあいきます。ナイスボール。あ、これいい。これは届くと思うけど。さすがのショットが出たんじゃない。すごい。ピン。今。ピンに当たりました。ダイレクト。当たって。あ、止まって。止まった止まった。止まった。やばい。新潟でスーパーショット出しちゃった。高い球だったから多分バチって止まったと思うんですよね。当たんない方がね寄ったかもしれない。続いて米山プロのセカンドショットです。ちょっと相手チームの素晴らしいショット出てしまいました、はい、ね、すごい音が聞こえましたよね、ピンの、ね、当たった。じゃあ行きます。はい、相手チームも見守る中、米山プロのセカンドショットです。ちょっと弱いかな。あ、でもフライヤー、あ、ナイスナイス、ナイスオンです。ここがプロチームと同じようなところに行きましたかね。こちらもミッションクリアです。素晴らしいです。渡辺さんの3打目です。よりリードを広げられるかもまた注目ですね。うんうん、お、来てる、来てる、これ惜しい、惜しい、うまい、これは惜しい、ナイスパッティングでした。先行きます。ナイスパー、ナイスパーです。ここでもしっかりパーで決めてきました。軽い登りですね、多分ね。最初が足元。続いては永田さんの3打目です。いい感じ。入れ。これ。うん。ダーン。すごい。素晴らしいバーディーを決めてきました。非常に拍手が巻き起こってますね。素晴らしいです。非常にいい試合となりました。ミッションは両者ともクリア、そしてスコアではコカプロチームが1ポイント加算で2対3という非常に熾烈な戦いになってます。あのパット入れていただいたのはゾクゾクっとしました。すごい、もう拍手に包まれましたけど、どうでしたか？あの嬉しい、読みとライン完璧でしたね。完璧でした ね、 は、 はい、うん、私のショットもね、まあテレビ的には良かったと思うんですけど、ちょっとアンラッキーでちょっとアプローチ難しいなって時に、プロからしたらどういうところに気をつければ？まあ、ラインですよね、やっぱりラインによるので、うん、ラインによって打ち方とかも変わりますし、出る球も変わるので、やっぱその辺を自分で把握しとかなきゃいけない、うん、っていうのはあると思いますけどね。いろいろその時の状況によって状況判断がやっぱすごい大事だなと思います。そこからですよね、打ち方とかっていうのが、はい、次回の意気込みを米山プロからお願いします。いや本当にね、いいね、渡辺さんもいいパットだったので、うん、惜しかったんですけど、まあ、このままの勢いで、はい、頑張りたいと思います。それでは皆さん次回もお願いします、はい、よろしくお願いします。